先生のおかげで合格できましたよ。頼みを聞く余裕はあるか？先生。その本の裏に何かあるな。ちと取り出してみよう。この指輪、見覚えがあるの。思い出したぞ。いつだこの指輪。いつか大切な人ができたら送ってやれ。確かそんなことも口にしておったな。もうごめんなさい、あなたの。まだまだ。そうだな。トマシのトマシモニカに、もしやそうか、いかにして。あなた君欲しいコンズ、しかし本当に。そうね、こういジェラルトさんを指し、探検鉄で、そうです。
やあ。何か用か。また来てくれ。声量が合っていない。この歌が。すべて力本当。この感触。先生。お菓子作りは、そうね。やっ、あら。どしだ。木で。
教えてほしいのだけど。納得できたわ。先生。もしかしてお仕事の帰りかしら。こんなに遅くまでお疲れ様です。先生のおかげで私毎日充実してるわ。あんまり頑張って体を壊しちゃダメよ。先生ったら無理してそうで心配だわ。たまには私や他のみんなを頼ったって、女神様は罰なんて当てたりしないのよ。あのね先生、ちょっと嫌なことを言っちゃうかもしれないけれど、実を言うと、先生に初めて会った時、私ちょっと不安だったのよ。ごめんなさい、やっぱり気を悪くしちゃったかしら。だってあなたって先生にしてはちょっと若すぎるくらいでしょ。だけどそうとは思えないくらいあなたってしっかりしてるし、強くてかっこよくて、私たちのこともちゃんと面倒見てくれてるじゃない。だけどね、だからこそどこかで無理でもしてるんじゃないかなって。先生がそう言うならいいけれど、やっぱりたまにはお休みも必要よ。疲れているとつまらない失敗もしちゃうし、まあ私なんかは疲れていなくても失敗ばっかりだけどね。訓練の日にちを間違えたり、物をなくすなんてしょっちゅうね。この間なんて制服を着るのを忘れたまま訓練に出ようとして、あの時は本当に恥ずかしかったわ。私ったら本当にうっかりしてて、とにかく私は無茶はダメよって言いたかったの。たとえ体を壊すくらい無茶をしたって、なるようにしかならないんだから。そうだ先生、何か困ってることはないかしら。私でよければ何でも手伝うわよ。何でも頼んでいいのよ。困ったことがあったらいつでも何でも言ってちょうだいね。戦場で学ぶことも少しひらめいたこと、最後まで飽きなきゃいいけど。ヒットは強くなりゃいいんだ。まだまだ完璧。体が勝手に。この歌が目が。なぜ私が歌を。
感謝します。緊張するわね。私の力見せてあげる。先生、奇襲有利を思います。せい。行きますか。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。ええ、いけるわ。せい。Thank you.
さあ、仕事だ。花にはトゲがあるのよ。自慢にもならん。私だって鍛えてるのよ。我が敵ではない。歯応えのねえやつだったな。
よっしゃ行くぜ。先生、奇襲、有利思います。よっ！おりゃ！きたきたきた！力も実力のうちだぜ！あれ？経験。ねえ、いけるわ。悪いな。舞台に上がるより緊張するわね。さあ、仕事だ。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私の力見せてあげる。行きますか。おら、うっ、うりゃ、とっ、で、やす。俺は、感じじゃねえか。
験を積め。恐れいる。いりました。ほっよっ。目標沈黙。私に挑んだのが間違いだったな。よし、悪いな。地獄で寝てろ。傭兵に。高貴なる者の力、見たか。
リン、オン、ゴシ、セン、ゴシ。なんだか。時間忘れてしまいました。学校実践少ないです。体なまります。私まだ続けます。先生おやすみなさい。いいえ、まだ足りません。やるべきこと残るあります。私努力する必要です。未来のためです。訓練、勉学、交流、どれほど時間ある、わかりませんから。フォドラの言葉話す、それだけどうしても苦手ですが。なぜブリギット、立場弱いです。フォドラとダグザ、二つの大地、挟まれた小さな島々です。自然美しく豊か、しかし力持たぬ、弱くあります。私たち生き残る、強くある必要迫られます。そのブリギット導く私、誰より強者たる務めあります。誰よりも無理かもしれません。しかしできる限り努力します。先生、今の私、皆の仲間、士官学校の一員です。そのため頑張ります。怠慢一心絶対ありません。けれどもその先、私ブリギット戻る日のため、努力続けること許してください。見ていてください。先生いると私一人より頑張れますから。よろしく。頑張り、無事に。私進化せ、礼を言う。
おお、メルセデス、奇遇ではないか。あら、フェルディナント、あなたもお祈りに？ああ、そうだ。それに大聖堂の空気が好きでね、この神聖で荘厳な雰囲気貴族にふさわしいと思わないかね。そうかも。そうだろう、やはり分かるものには分かるのだな。そもそも信徒である貴族は祈りの務めを果たさなくてはならん。信仰の面でも貴族が平民の模範となる。これも貴族の大事な役割だと思わないかね。そうね、そういうこともあるわよね。にもかかわらずだ、ほとんど祈りもしない貴族も少なくない。今もこの大聖堂にいるのは君と私だけ。なんと嘆かわしい状況か。私は厳密に言うと今は貴族じゃないんだけど。貴族たちの誇りが失われかけている。君はよく一人で祈っているのかね。そうね、よくあるわね。やはりそうか。しかし無理強いはできんな。真の貴族ならばいかに祈りを捧げ、いかに信仰に対するかを自ら決めねばならん。他人に与えられる信仰など本当の信仰ではないと思わないかね。そうね、うん、そうよね。だからといって手をこまねいているわけには。なんだか眠くなってきちゃったわ。じゃあね。君は何か考えはないか。ん？メルセデス？どこだ？まさか何か行動を起こしに行ったのか。私も負けていられんな。さあ、力の差はないはずなのに、どうしても自分より背の高いやつに勝てねえ。なあ、リンハルト、何か勝つための策を考えてくれよ。それは無駄なんじゃないかな。たとえ策を教えたとしても、いつも君は策通りに動かないじゃないか。それは策が難しすぎるからで、今度はちゃんとやるからよな。頼む。仕方がないね。それならとっておきの秘策を授けよう。お、そんなのがあんなら早く言えよ。どんな策なんだ？まず君が得意な先制攻撃、そして連打、こういったものを全て我慢しよう。相手の攻撃を避け、受け流し、耐え続け、そして必殺の一撃で急所をつくんだ。急所好きか。背が高いということは内に入り込めば逆に有利になる。その隙を見つけるんだ。なるほど、俺には向いてねえな。じゃあそのまま負け続けていなよ。これしかないし。いや、やらないとは言ってねえだろ。やってやろう。君がおろそかにしがちな守りをまずは鍛えなきゃね。そうか、じゃあ早速付き合ってくれよ。いや、僕は。お前は俺より背が高いんだし、鍛錬の相手にぴったりじゃねえか。ほら、ガンガン打ち込んでくれよ。訓練場行くぞ。さあ。やれやれ。適当なとこで逃げよう。さあ、もう一度だ、リンハルト、来い。カスパル、ちょっと水取ってくる。じゃあね。おい、しまった、あいつ逃げやがったな。ふむふむ。リンくん、ちょっといいかしら。あれ、ドロテア、
人でいるのは終わったの？そんな言い方しないで。ごめんなさい、私が悪かったわ。あの時は陰口のことで余裕がなくて。リン君、許してくれるかしら。いいけど、何を許すの？別に許すようなことされた覚えがないよ。それならそれでいいけど、とにかくありがとう。どういたしまして。そういえば割り切れた？陰口のこと？全然。よかったら話を聞いてくれます？まあいいか。何？私、あの兵士たちに言われたこと、自分でも思ってるんです。私は自分のために貴族に取り入って学校に来た孤児だった私がよ。周りは貴族やお金持ちの生徒ばかり。どう考えても場違いでしょ。もちろん私は自分のために頑張ってるけど、本当にそれでいいのか悩む時も。ドロテアってさ、何でも向き合わなきゃいけないって思ってない？過去が悩みなら過去なんて捨てちゃえばいいんだよ。向き合う必要ないって。でも自分の過去よ。そんな捨てるなんて。君はきっとこれまで辛いこともたくさん乗り越えてきたんだろう。それはすごいと思うけど、痛みを避ける、苦しみを捨てる、辛さから逃げる、そういう生き方だって悪くない。僕はそう思うよ。でも逃げたら、これまで頑張ってきたことが無駄に。そうかな。少なくとも今の君は変わらずここにいるでしょ。誰に後ろ指を刺されることもない立派な女の子が僕の目の前にはいるよ。まあたとえ仕事を放置して昼寝してたって君は君だと思うけど。その例えはよくわからないけど、あなたが羨ましいわ。私にはできない生き方をしてる気がするもの。そうかな。じゃあ試しに昼寝しに行こうか。ええ、そうしてみようかしら。カスパル、装備変えました。新しいもの似合うです。ああ、ありがとな。日々あなた強くなります。私負けません。鍛錬するです。ペトラだって強くなってるって。俺なんかメジャー。 いえ、カスパル立派です。そうです、連携の確認するしませんか。私あなたと。ちょっと待ってくれよペトラ。はい、何ですかカスパル。そのお前の態度だよ。なんで平気なんだ。俺の親父がお前の親父を殺したんだぜ。親の仇とよく一緒にいられるな。本当は憎いんじゃねえのか。俺のことだって気に入らねえだろ。なあペトラ、頼むよ。何か思うことがあんなら言ってくれよ。逆の立場だったら俺絶対許せねえもん。なんでお前はそんな。私何も思うありません。あなた仇違います。親同士因縁ありましたけれども、私たち子供無関係だから、あなた気にしないです。必要ありません。私も気にしないったって俺にはできねえよ。する、しなければなりません。親の因縁子継がない。もし継ぐ、私たちの子孫未来永劫殺し合います。それ望みです。それは私失礼します。
機会を不意にしてしまいました。